はい、ナマステ。このビデオは、国際交流基金ニューデリー日本文化センターの日本語教師育成コース、訪日労働者の労働問題を防ぐことのできる教師を目指してというコースの、第4週の授業の前に見ていただく、ビデオの2本目になります。で、ここではですね、AI で Twitter や Instagram での会話モデルを作る。こういう教材を作るところを私が実際にやりますから、そこをですね皆さんにお見せしたいと思います。はい、まずこれはですね、Google の人工知能のジェミニですね。ジェミニ、まあ英語だとジェミナイですけど、日本語だとジェミニです。はい、ジェミニ、Google.com、この APP をタイプしなくてもここに行くことができます。それからもう一つ有名なのはもちろんチャット GPT ですね。これもアカウントがなくても使えます。はい、でもアカウントも作って、まあ、しかも有料ね、お金を払うともっといい質の高い教材を作ることができます。これはマイクロソフトのコーパイロットですね。コーパイロット .microsoft.com ですけど、これも、はい、同じように教材を作ることができます。すいません。はい、じゃあですね、まずここでは皆さん Google を使う人が多いと思うので、Google ジェミニね、これでやってみたいと思います。さっきも言いましたが、これはその Twitter 上でやり取りをするようなそういう時ですね。はい。でね、ちょっと待って、ね、あ、ごめん。はい。はい、こういうふうに、プロンプトを入れてみました。働く会社が決まったら雇用契約を結ぶ前にオンライン上の日本人の知り合いにその企業の評価を質問できるというキャンドゥを習得するために必要な日本語の教材を作りますと。Twitter や Instagram のメッセージで知り合いの日本人に挨拶して最後にお礼を言うまでのやり取りの例を作ってください。日本語のレベルはセフ R の A2 でお願いします。会話モデルは日本語と、英訳とローマ字表記で書いてください。会話モデルは箇条書きで書いてください。あ、もう一個その後に、あれですね。ちょっと待ってね。はい、会話モデルに出てくる難しい単語と文法の説明を英語で書いてください。はい、これだけ書いて、この、サブミットですね。はい、あ、ちょっと待ってください。はい、サブミットを押します。はい、箇条書きで書いてないじゃん。ちょっと待って。こういう表になってしまうときは、もう一回箇条書きというふうに書いてみるといいと思いますね。はい。で、まあ、ここに、まあ、村上さん、こんにちはとかね、そういうことを日本語で出てきて、ここに英語の、翻訳が出てきて、ここに、日本語のローマ字が出てきているわけですね。はい。で、ここに、説明がついています。でも、ここに英語が書いてないからちょっと変ですね。はい。これも英語が書いてないからちょっと変ですね。はい。はい、まあ、就職活動をしていて内定をもらいました。はい、そうですね。で、ちょっと待ってね。はい、でちょっとここで少し直したいところはやっぱりこの表ですよね。表は表を箇条書きにしたいということと説明に英語がないですよね。なのでそれを入れてみたいと思います。ここのところにね、会話モデルは箇条書きで書いてください。言葉や文法の説明は英語で書いてください。はい、こういうふうにですね、最初からすぐに使えるものが
出てくるとは限らないので、今度は日本語表記がなくなっちゃいましたね。はい。まあでもここではローマ字表記と英語表記がこうやって箇条書きで出てきていますね。はい。はい。で、ここに語彙と、文法の説明が書いてあります。ちょっとね、でもやっぱり日本語もまあ後でコピペすればできますけど、でもちょっとそれも面倒なのでもう一回やりましょうね。会話モデルと言葉と文法の説明は日本語も入れてください。会話モデルはにしとこうか。言葉と文法の説明も日本語と英語でお願いします。でね、すいません、ちょっとよくあることなんですけど、ここ会話モデルは日本語も入れてくださいっていうとローマ字と英語がなくなっちゃうこともよくあるんですね。はい、なのでそれも入れておきましょう。日本語と英語とローマ字で書いてください。今度はちょっと箇条書きがなくなってしまいましたね。はい。じゃあね、まあでも、でもここはちょっと待ってね。はい。今、箇条書きって言わなかったので、OK。まあいいや、これでも別に悪くはないんだけどね。はい。でもちょっともう一回やってみましょう。もう一回。はい、はい。中身としてはそんなに悪くないんですけどね。はい。ちょっとでももう一回、はい。会話モデルと日本語と英訳とローマ字で書いてください。会話モデルは箇条書きで書いてください。言葉の説明は見出し語を日本語で書いて、それにローマ字と英語の説明も書いてください。はい。で、今は私日本語でやってますけど、こういうふうにお願いするときは皆さんは英語で、Google ジェミナにね、英語で指示をすることももちろんできます。はい。はい。最初に挨拶があって、名前があって、英訳とローマ字があるってわけですね。はい。はいはい。でもちょっと短いかな。はい。もうちょっと詳しくしたいときは、一番最後に、もうちょっと長くしてくださいとお願いすることもできます。例えばここですね。はい。これをロンガーにしてみましょう。はい。そしたら会話モデルがもう少し長くなるかもしれません。随分カジュアルになりましたね。ずいぶんカジュアルになってきました。これやり取りだから、でも相手の日本人のセリフメッセージが書いてないですね。
や、それはいいですね。はいはい。じゃあね、本当。もう少しだけフォーマルにしてください。話し相手の日本人のメッセージも書いてください。その他はそのままでお願いします。あ、結構いい感じっぽく見えますね。はい。ちょっとこの辺少し難しいかな。A2 にしてはちょっと難しいかなという感じがしますが、まあいいかな。はい。はい、でも全体の流れとしてはだいぶ良くなってきたんじゃないかと思います。はい。で、その後に、単語と文法の説明がありますね。単語があって、まあ単語も日本語とローマ字と、まあ、英語があるわけですね。はい。まあ、この説明は別に日本語じゃなくてもいいけど、ハンブルフォームってまあ英語でも説明してあるので、まあこれは気にしないでいいと思います。はい。で、文法が最後に載っているわけですね。していただけませんか。なんとかしたら、なんとかしたらいいな。はい。こんな感じで、まあ、とりあえずこのぐらいでいいんじゃないかと思います。で、これをですね、できたら、シェアしてほしいんですが、シェアするときには、まずここからコピーすることもできます。これコピーね。はい。これでコピーして、それを Google ドキュメントとか、コピードトゥクリップボードって書いてありますね。Google ドキュメントとかワードに、ペーストすることができますし、それからもう一つはここですね。ここからシェアというのがあります。あ、これもドキュメントとかもできるのか。はい。で、ここからシェアするときは、リンクでね、シェアするときは、Google クラスルームとかで提出するとき、他の人に見せるときは、このエンタイアチャットにするといいと思います。そこまでの流れがね、見えるので、どういうふうにお願いしたらこの教材ができたかというのが分かります。このエンタイアチャットだとね、This prompt and response だと一番最後のところしか共有されません。今日の会話の最初から最後まで全部、共有するにはこのエンタイアチャットですね。はい。で、Create Public Link にして、今、クリエイトしたとこですね。はい。で、ここでコピー。はい。リンクコピーになりました。ちょっとじゃあ、新しいところを開いて、確認してみましょう。ジョブエヴァリエーションインクワイアリーオン Twitter、Instagram、8Level。はい。あ、これが最初のところですね。はい。で、まあ、最初のこの表になっちゃって、うまくいってないところから、まあ、私がいろいろ注文をして、ずっともっと作っていって、そして最後のね、最後の、これが、まあ、とりあえず合格点かなというところまで、できた。そこまでの流れが、このリンクで、見ることができます。はい。それじゃあですね、このビデオはここまでになります。これとは別に、会話ですね。これは Twitter とか Instagram のメッセージですけど、会話でね、どういう会話モデルを作るかっていうのも別のビデオで紹介していますので、会話モデルの、会話の CanDo を選んだ人はそちらのビデオも見ておいてください。はい。それではこのビデオはここまでになります。フィルミレンゲー。